ボンボヤジュ。ともかく今回ですけども、今の環境にねめちゃんこ刺さってると思ってて、そしてかなり美しいポケモンということで、サーナイト紹介していきたいなと思ってます。では行ってみようか。今回紹介するサーナイト、結構みんな肩出してたんだよね。結構今回はね、俺下調べしてしまった。本当に自分がどうなのかなと思って下調べしたんだけど、まあ、タスキ型と直キ型が多かったかなって感じ。今回こだわりメガネ採用してます。サーナイトエスパーフェアリータイプなんだけど、種族値こちらね。まあ、耐久面に関しては、まあ、正直、まあ、そんなにって感じやね。防御面に関しては。で、特攻と特防が高いんですけど、素早さ遅めなんで、そこは注意しないといけないかなと思うんだけど、なんでこのサーナイトが流行ってるかって言ったら、これなんだよね。トレース、登場した時に相手の特性をトレースして同じ特性になる。つまり災いのお札とか、なんか災いの器とか、なんかいろいろあるじゃん、4歳のやつ。あれって同じ特性のポケモンに対しては通用しないんですよ。つまり初手のパオジアン来て防御が下がるっていう状況を作られるじゃないですか。でもこっちも防御下げるんで、相殺してなんか消えるみたいな感じなんだよね。そこら辺の詳しい仕組みはちょっとわかんないんだけど、とりあえず消えるって感じ。それをうまく使えばかなり通用するんじゃないかなと思ってます。で、技なんだけど、マジカルフレーム、ムーンフォース、サイコショック、トリックで採用しております。初手のディンル、まあ、どこまでディンルが振ってるかにもよるんだけど、まあ、ムーンフォースで中乱数ぐらいか高乱数ぐらいは取れるかなと思ってます。ちなみに HP252 の特防164振ってたら乱数 87.5% 程度で一撃で落とせるんで、内容的には悪くないかなと思ってます。で、めちゃんこ振ってても、まあ、正直地震ぐらいだったら全然耐えるんで、そこら辺はいいのかなと思ってる。で、これ結構パオジアンにも強くて、パオジアンに対して災いの器がまず発動しないのがプラスで、最初ね、トリックするんだよね。で、こだわりメガネ渡しといて、タスキ回収するんだ。そして、そのままムーンフォースで押し切れるっていう形が作れると思ってます。なので、俺の場合はこれ結構初手出ししていこうかなっていうイメージで作ったんだけど、まあ、2撃3撃目で出してっても、受けループ崩すトリックがあるんで、かなり採用的にはいいんじゃないかなと思ってる。まあ、パオジアンの後にディンル、チオンジェン来てとしても、トリック入れて、まあ、食べ残しとかお盆の実とか、そこら辺は回収はできるかなと思ってて、結構ね、多分こだわりメガネ型っていうかトリック型のサーナイト刺さっていくんじゃないかなと思ってます。で、今回努力値こちら H220C252B36 の控えめで作っておりますと、これがね一番耐久高いんで、こっちの方がいいですよ。普通に HC とかで作るよりもこっちの方が耐久的には高くなるっていうサイトがありました。はい、これは間違いないと思ってる。HC で作んない方が俺はいいと思ってるんだけど。で、一応いつも通りね、ちゃんとグースじゃない、キスにしてますよって感じです。で、まあ、ドヒドイデあたりにも、かなり上取れていくかなと思ってて、まあ、パオジアン対面、正直、テラス切らないと、正直、しょうもないっていうか、しょうがないんですけど、まあ、テラスは切らしていただきますよってことで、まあ、炎テラス、もしくは水テラスがいいかなと思ってるんだけど、多分、サーナイト炎テラスの方がいいなと思う点が一個あって、マジカルフレームが、タイプ1で打てるようになるんで、1.5 倍の補正がかかるようになってきます。つまり、水テラスタルしてしまったら、打点という打点っていうか、使える技がないんだけど、炎テラスでマジカルフレーム使っていけるんで、結構いいんじゃないかなと思った炎テラスに。まあ、使ってみないとわかんないと思うんで、行ってみようか。さあさあ、一戦目対戦よろしくお願いしますということで、ガチさんということで、これ多分ガチで来るんですよね。もう絶対にガチで来ると思うんで、サーナイトから、バチバチ決めていこうかなと思ってます。で、鉄のカイナ入れといて、対面構築作っていきながら、まあ、トドロク付きがちょっとだるいかなっていう印象はすごいある。あんま言いたくなかったけど、まあ、すごいあるなということなんですけど、まあ、ステロを履いてきそうなディンルーぐらいなんで、まあ、言っても EU 刺さっていくのかなともいろいろ思うんだけど、まあ EU よ。さあさあ、ガチンコさん、ガチンコチンコさん対戦よろしく。マジすいません、待ちました。ここなんだけど、多分ディンルーから来るじゃん、来るじゃん。この対面でみんな、この対面で結構刺さると思うんだよ。で、これトレース災いの器で、お互いの効果が消されていく流れになってくると思ってます。はい。これがね、まあ、まず1個目の強いところ。そしてこだわりメガネ持ってるんで、これムーンほど押せると思うの、俺。これディンルーで突っ張るんだったらかなりきついと思うよ、この対面。で、特防高いから、ワンチャン耐えるんじゃねとか、そういう考えをもししているんであれば、ここを逆手に取りながらディンルーは一撃で落ちるかなと思ってます。で、この対空時間、てれー毒かな、これは。メガネバレとくかな、これ。フェアリーか。フェアリー一応等倍だね。まあ、等倍だから、
言ってもそこそこ入るんじゃないか。まあ、ステロイも入れさせる気でやってたから仕方ねえわ、これは。あー、ほらね。言っただろ、これ。耐えるぞ。え、えぐない？ほんまに。これ多分受け切れてないよね。あ、でも乱数かな。マジで、手が切られなかったら、マジで落ちてた。うん、絶対落ちてた。しかもここステロ打たせねえってないから、結構でけえぞ。で、裏に変えたとしても、かなり効果力で入っていくから、リンルここ変えられないはずなんだよね、こっち目線。うん、あっち目線かもしんないんだけど。まあ、どっち目線かって言われたらこっち目線っていう感じで。ここフェアリーテラスタルじゃん、ムーンフォースぶち込んでいくじゃん。まあ、これ自信ない。所詮自信ない。これランス絡むわ。うん、しゃーねしゃーねしゃーね。わ、で、相手のランスが良かった。うん。だけど、言ってもステロさせてないし、こっち目線で言ってしまうと、対面できてるし、まあ、テラス切らせた。言うて4-3ぐらいの勢いなんよね、ここに関して言えば。で、もうここいいよいでぶち込んでってもいいかなっていう状況かな。うん。家でぶち込む。もしくは、鉄のカイナで対面構築を作っていく。うん。そういう流れでも別にいいかなと思うんだけど。まあ、ここはいいよい出しましょうか、一旦。うん。さあ一旦いい湯出して、まあ、裏見ながら何が一番入るかなってのを考えつつっていうイメージかな、ここに関して言えば。うん、で、まあ、こっちスカーフなんで、うん、まあ、スカーフとね、あれなんか2個使っちゃったんだけど、ちょ、まあ、赤肌落としきります。うん、さすがに絶対落ちる。皆さんご一緒にボンボヤシ。まあいいでしょ。うん、全然いいでしょ。で、これスカーフが誰バレてないと思うんだよね。だから普通のプレイヤーってスカーフとメガネって一緒に入れないじゃん。もうガガガなんかね、あんまり考えないでやっちゃったから、選出ちょっとミスってるけど、まあいいんじゃない。うん。で、ここトドロク付き。トドロク付きで、俺に勝てるとでも言ってんのか、こいつ。うん、ということで、一旦引きます。うん。一旦引かして、ここは。で、フェアリーテラスタルぶっぱしていく形の方がいいかなと思ってて、あとは、竜前をどこで積んでくるかとかいう流れになってくると思いますけどね。うん。で、ここ多分地震打ってくるかっていう感じだから、鉄の回路割と食らっていくイメージ。うん。まあ、あとは、イーユイで全抜き狙おうかな。さあ、ここイーユイから変えていきながら、対面作っていく。で、カイナに対しての自信はね、結構入るイメージ。うん。舞うか。舞うんだったらよ、逆に。うん。舞うんだったら逆に、ここ、テラ切って、自信耐えながらドレインパンチがベストやろうね。うん。間違いなく。で、裏、ロトムちゃうかなと思ってんだけど、どうかな。まあ、どれが来ても、結構もう、竜前は結構甘いっていうか、うん、甘ちゃんプレイじゃない？行こうか。いや、俺耐えるからね、これ。言っても。トドロク付きごときの。激輪ぐらいだったら全然耐えるよ。うん、俺、激輪の耐えの画角って言われてるからね。うん。俺が怒ってるから、激輪ってね、激だから怒ってるって意味なんよ。うん、実を言うとね、知らんけど。合点承知、才能かよ！草と草が混じり合うとき、すべての小指の爪は剥がれ、俺は痛い病になった。ママ助けて。助けません。俺は自分で助けるんだ。行こうか、草照らせる。まあ、これ自信でしょ。はい、お疲れ。見えてるって。ここの草寺見えてないと話なんだ。ドレインパンチ。はい、おつ。前回まで持っていく。まあ、火力に関しては、さすがに A あんま振ってないから、ちょっと足りないんだけど、まあ、別に問題ないかなというイメージかな。で、このままドレインパンチ連発していきます。相手が打点ないと思う。いや、落ちない。うん、耐える。うん、アクロバットごとき耐える。舐めんな。はい、おつ。舐めすぎ、それ。で、あと、裏サーフ号だったら、イーユイの大文字でお疲れ盤面作れるし、っていう感じかな。うん。で、ロトムだったら、ロトム打点ないと思うんで、そこら辺も考えていってもいいかなっていう感じではありますね。うん。もう完璧に流れ読んでる。鉄のカイナの草寺読めないだろ。これ強えぞ、マジで。カイナめちゃくちゃ強いからな。あ、これロトムだったら、言っても紙パンある、あ、どれパンだよね。まあ、相手の方が早いかもしれないけど、相手目線打点ないと思うっすね。ここに関して言えば。なんで、まあ、ここ最大火力の紙パンを打って、上からズドーンの流れの方が、ま、綺麗かなと思うんだけど、スカーフかスカーフじゃないかもちょっと見ときたいっすね。で、正直ここ多分ね、ハイドロポンプをスカーフで打ってくる形の方が、ま、多いかなと思う。裏のEU見てる感じ。うん、ここドレインパンチで回復しながらアドバンテージ取っていこうか。いや、イカサマ耐えるぞ。舐めんな。
さあドレインパンチ、イカ様ってことは HB で S がっつり振ってない感じかなっていうイメージかな。あ、もはやこれは勝ちじゃないか。もう S 振ってないんだったら悪派圏内まで持っていけばいい話だからね。こいつの耐久力舐めんなよマジで。ここはしっかりとドレインパンチやね。あ、もうイカ様しか打点がないやつ。さあ、鬼 B。わかってるよ。もちろんわかってる。で、回復手段が絶対的にないはずなんすよ。ここもある程度回復しといてって感じかな。悪くない。もう悪派圏内でしょ。ああ、こんなもう、悪派打ってくれと言っとるようなもんよ。もうギリギリまで削るぞ。削れば削るほど勝ち盤面は繋がっていく。で、109まで回復。そして鬼火でそこそこのダメージ食らっていくんですが、もうこれ全部ね、サーナイトが作ってるわけ。うん。全部サーナイトが作ってる。もうすごすぎる、これは。いや、もう声かかってこいよ。あ、もうなてねえだろ。かかってこい。もう何やってくるんだよ。で、ここイカ様打ってくるんで、剣の舞してしまうと、ちょっと微妙かなっていうイメージですね。うん。ここはもうしっかりと、雷パンチ入れて、まあ、ワンチャン紛ればいいかな。あ、お盆持ってるか。うん。お盆持ちだったら、まあこれドレパンで回復しながら対面作った方がいいっすね。で、相手の、これ鬼火打つことによって、逆に言うと、相手の鬼火、相手のイカ様の威力下がるんですよね。つまり、まあガガガ何言えるかって言ったら、もうこれドレインパンチで、多分、相当きついと思うよ。お互い。うん。お互いじゃん。俺はきつくない、そんなに。うん。これ問題ないでしょ。しかも HB だったら、特攻低めで作ってるはずだから、全然勝てる。で、21まで回復するじゃん。で、次がイカ様で落とされますよっていう話になってくると思うんだけど。まあもちろん、ここで身代わり入れとけばよかったやんとかいう話になってくるから、そこはちょっと読めないよね。うん、ロートもかなり型が多いから、そこはちょっと読めなかった。ここはドレインパンチ連発します。問題ないです。イカ様でこれ落ちないですね。うん。で、ここで落ちなかったら、もう一発ドレインパンチ打ったんで、あー、結構いったね。うん、オッケー。ここまで食らわせとけば、もはや、まあ、もはや、うん、いいよ、で、お疲れ盤面だろ話になんねんでということで、ハイドロポンプ、一応警戒、うん、一応の警戒しつつ、まあ、ここは、テラ切りながら、まあ、悪の波動ですかね、うん、圧倒的に。で、特攻 0.75 がされてるから、間違いなく落ちる。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。よくないか？うん、ディンル、テラ切られなかったら落ちてたし、俺結構、サーナイトありだと思うよ。はい、2戦目対戦よろしくお願いしますというところで、マジでね、これめっちゃ厳しいのが、やっぱり、ウルガモスだと思うんだよね、最近。ガモス最近マジで鬱陶しない。そこ多分みんなわかってるか。かなりやばいから、こいつ。うん、こいつをどうやって倒すかが、鍵を握るっていうか、うん、まあそういうイメージなんだよね。っていうことで、まあサーナイトから行きますけど、サーナイトから行くと思うじゃん。パオジアンから。ああ、パオ。だから、アイススピナーだったらね、ちょっとね、炎の体される可能性があるから、ちょっと微妙いんだよね、そこが。さあさあ、マルベリーさん、対戦よろしく。ね、最近のウルガモスが、本当に強い。うん。めちゃんご、特性が強いね、そもそも。物理攻撃に対して、かなり対面作ってくるから、そこが鬱陶しいとこであるよね。で、今回、剣の前採用だから、ちょっと考えないといけないんだけど、まあもちろんここはアイススピナーから入るんだけど、ここでもうもちろん、ウルガモスに変えてくる可能性はあります。はい。もうそれぐらい、最近環境入りしてると言っても過言ではないんじゃないか。ウルガモスで、超舞、朝の日差し、炎の舞、ともう一つ自由枠ぐらいかな、確か。で、まあ特性も鬱陶しいんだけど、まあ全てが鬱陶しい感じよね。さあ、ここアイススピナーで、しっかりと削って、で、ここで相手、毒ビシ型が毒ビシ型じゃないか。あ、ズレ。あ、ズレか。ズレ別にやない。え、ズレって別にじゃないか。うん。だよね。だって、冬打ちってこれ高校になるもんね。ってこと考えると、冬打ち一択だな。相手が何かしてくる対面で、あ、間違った。冬打ちさ、先になるわ、それ。あ、後になるって、何言ったの、俺。俺は一体何言ったんや。さあ。パオジャいらなかったけどね、言っても。うん。俺あんまパオジャ好きじゃねえから。実はいらなかった。うん。実はね。マジであんま言うつもりなかったけど。本当はいらなかった。で、ここで俺触らないと。一旦触らないと。
あ、もうこれサーナイト活躍させるために正直わざと落としました。ごめんなさい。もう言っときます。視聴者が、あ、こいつやべえとか思うかもしれないですけど、もうこれわざとです。ね、こうやってね、キッズたちはね、キッズがもし見てたらね、うくねして弱えとか思うかもしれないんだけど、これが大人のやり方。うん、自分で自分を追い込みながら、サーナイトの力をどこまで活かしていけるか、そういう話だろうが。さあ、ここサーナイト出していく。そして相手マリルリ。マリルリか。ああ、ここちょっと力持ちもらっとこうか、一応。うん。マリルリか。ちょ、こだわりメガネぶち渡すか、これ。一旦。一旦ぶち渡しといて、動きっていう動きをさせないな、動き？そこさせていこうか。光の粉、お前。なんだ、こいつ。耐えるぞ。サーナイト、めっちゃ振ってるからな。で、ここでともアクアジェットできないんだよね。言っても。これムーフォーぶち込んでいいよね。全然いいよね。いや、いいよ。いい動き。お、結構入るね。え、特攻一段階下がりのアクアブレイク開始。いや、いいよ。っていうことで、あ、もはや、こいつで、どうにかなりそう。さあ、ここでいいよ出していく。で、相手目線変えてこないと思うんすよ。で、何で縛るか。それが結構、変わりそうな感じがするよね。だから、正直言ってしまうと多分これフェアリーがいいんじゃない？フェアリーテラ切りながら、テラバーストが一番安定しそうっすね。これでいきましょうか。まあ、裏見る感じね。ちょっとここ運ゲー要素あるかもしれない。ここパオちゃんいたら全然変わったよ。本当に。パオジアンがいたらマジで変わってた。これダメね、みんなこういうことやったら。全然いけてたからね。あ、引くんだ。引くってことはアクアジェットに切り替えてくれってことか。いや、狙い通り。こいつ格闘タイプで絶対にかなり入る。合点承知。才能かよ。妖精と妖精が交わるとき、すべての小人族は俺の前で神戸を垂れた。髪の毛を抜かれ坊主になった。そして髪の毛をアフリカに送られた。行こうか、フェアリーテラスタルト。いや、これ耐えきらんやろ。いいよ、超火力舐めんなよ。絶対落ちる。来ました。皆さんご一緒にボンボヤシ。多分ね、ハリテンは残してた方が相手目線勝ちだったんですね。なんでかって言ったら、ハリテマって、鋼テラスタルが多いんすよ。で、バレットパンチで、結構入っちゃうんで。いやー、相手目線ミスったんじゃない？で、ここアクアジェットしか打てないでしょ。でしょ？アクアジェットしか打てないよね。多分、アクハ打ってくると思ったんじゃないかな。水テラのアクアジェットでしょ。いや、落ちないと思うぞ。さすがに。いいよ、いや、フェアリー等倍だから。悪くない。さっきサーナイト、まあ、もちろん控えめなんだけど、あ、これ勝ったわ。いや、絶対落ちる。サーナイトで、あ、ムーホであれだけ入ってんだぜ。絶対落ちる。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。ちょっとサーナイト、結構相手が、うわーってなるね。相手が混乱してる時に、上からスカーフドンドンドンって感じで、俺結構好きよ。さあ、あざとさん対戦よろしくお願いしますということで、ドヒチ四ジェンおるな。また。またこいつ。結局こいつ。ちょっとフェアリー2体だけど、頑張ります。さあさあ、あざとさん対戦よろしく。まあ、ここなんだよ。パオから来られると話変わる。いや、これドヒドヒが来るならでかいぞ。これでかい。マジででかい。これなんでかって言ったら、これマジなんでかって言ったら、これいきなりトリックぶち込んでたらバレないっすね。てか裏に引いてくるパターン全然あると思うんだけど、サーブに引いてくるは絶対ないと思うんだよ。これいきなりトリックぶち込んだら、機能停止よ。統治力から入ってきたね。まああるあるやんね、言っても。言ってもあるある。されどあるある。なきにしもあらず。サーフいるかな。ここで絶対に変えてくる。100% 変えてくる。変えないと死ぬ相手。ここ、幅紙っしょ。幅紙作れそうじゃない？逆に。
いや、ここ絶対ドキドキでトリックされたくないはずだから、絶対変えてくるはずよ。ここで読み勝って毒毒ぶち込んでくるんだったらマジで強え。さすがに変えてくる。さあ、ここで特防上がりのはばかみができますよって話だよね。いや、もう天才じゃん。これ身代わりやね。いや、こいつやばいな。行っちゃってるわ。うん、行っちゃってると行っちゃってるが重なり合ってる。それ甘いんじゃない。あー、それ甘い。さあ、身代わりぶち込んでいく。で、こいつヘドロ爆弾入れてるってことは、多分トーチ、黒い霧ないと思います。なんでここ瞑想積んだら勝てるわ。さあ、これドキドキで引っ込めてくる。で、サーフじゃないか。巨人オン、巨人オンで何ができるオン、何ができるオンなの。塩漬け、モディプレ入らない、塩漬け呪いやな。うん、これ多分呪い打ってきます。これシャドーボール打った方がいい。絶対呪い来る。あれ、これね、月読みの塩でね、ちょっとあれなんだよ。あれ、え、それ無理でって言って。無理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 、絶対無理。なんだこいつ、イカれとんか。おめぞ積むぞ。降参しろ、降参しろっつってんだろ、おめえ降参しろ。さあ、これで特攻特防1段階ずつアップ。いや、俺呪い積んでくると思ったんだけどな。テロ切らなかったね。自己採、お前天然じゃねえぞ。言っとくけど、お前博多の塩だぞ。これでどう勝つつもりだ。さあ、巨人を引っ込めてくる。多分チオンゼンちゃうかな。ドキドキで、あ、黒い霧したいの、黒い霧したいのかな。でも黒い霧ないと思うんだよね。統治力、ヘドロ爆弾、自己再生、あ、でも毒毒がなさそうだね。逆に言うなら、あそこの場面で毒毒打っても全然おかしくなかったと思うんだよね。ってことを考えると、ワンチャン毒毒ないかもしれない。これ一応シャドーボールちょっと食らわせといて話変えていこうか。あ、いいダメ、いいダメ、いいダメ、確認取ってるわ。で、ここで黒い霧だ。あ、黒い霧持ってんだ。オッケーオッケーオッケー。持ってたとしても、言ってもお前俺に対して打点ないはず。うん。言っても打点ない。で、ここ多分自己再生なんですよ。もうシャドーボールぶち込むわ。ぶち込みのシャドーボール。で、ちょっと羽ばたく神とひどいねになってしまうと、かなり長くなってしまうんで、ちょっと微妙いんだよね。ここ黒い霧打ってきてくれると嬉しい。自己採か。いや、そう、これするとね、マジで長くなるから、5分ぐらい黒い切りされるんだよね。マジで。うっとしいよね。瞑想ぶち込むね。でも自己採点もう PP 始めたから、ちょっとここ早送りだわ。ああ、久々の早送り。あ、ヘドバグってきたな、でも。うん、ヘドバグ打ってきたけど、別に、怖くないけどね。てか、これ、毒毒ないんだって感じだよね。こっち目線。うん、こっち目線もあっち目線も。身代わりぶち込むわ。ヘドバグ連発してくるんだったら話変わるよ。うん、全然いいよ。さあ、黒霧入れてくる。別に問題ない。で、多分これ受けループなんで、次の身代わり外された瞬間に戦いに行った方がいいかな。で、シャドーボールで特防下がる可能性があるんで、まあちょっとは対面取っていけそうな感じするけど、俺下がんないんですよ。あー、来た、それでかい、それでかいよ。いつも下がんないからでかい。あ、それめちゃんこでかい。あ、じゃあ連発しよう。全然連発しよう。だって巨人ワンじゃ受けきれないからね、どっちみち。お、いいダメ、いいダメ、いいダメ。自己最初。自己最初。え？
終わったな、お前。お前、終わったな。ここ巨人オーンに変えるしかないオーンでしょ。むしろ統治力粘るね。なんかドキドキで使う人ってめっちゃ粘るよね。なんか粘っこい恋愛師匠思わない？ずっとなんかネバ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 さする恋愛が好きそう。俺と違うよね。俺スパッと行くじゃん。スパッと女切るじゃん、日本刀で。さあ、ここドキドキ引っ込めてくる。まあもちろん再生力あるから、まあ巨人これ清めの塩で2分の1だからね。あー、ちょっと受けるめんどくせえなこいつ。こいつはめんどくせえな、マジで。マジでめんどくせえな。瞑想積むしかないんだよね、言っても。まあこれドヒドイでまた変えてくんだよ。あ、変えてこないんだ。変えてこないんだったら話変わるよ。言っても泉で多分落ちるぞ。塩漬けヘドバック入ってるからって話でしょ。落ちるんじゃないかなっていう、そういう甘い考えだよね。それ落ちないんだよね。さあ、ここで落とされました、ガクガク。ゴミ代わり。焦るなって、焦るなって、体力やばいって。こっち食べ残しじゃないから体力やばいって。塩漬け好きやなおめえ。めっちゃあんこ塩漬けしてくんじゃん。気持ち悪い顔してんなこいつ。さあ、ここメソ巨人音ってね、ピラミッドにしか見えないよね。うん、そりゃそうか。さあ、ここ瞑想ぶち込んでいきながら裏のドヒドイで潰していきたいんだけど、いつになったらサーナイト使うんだろうねって話だよね。多分これ身代わりが消えた瞬間ぐらいでいいかもしれない。あ、消えちゃった。多分この対面でいいよ、もはや。もう結構上がってんだよね、言っても2段階上がって2倍だから、俺多分ムーンほど落ちると思うよ。さあ、ムーンホースぶち込む。だよな。さあ、ここまで落としてしまえば、あとドヒドイでいるんですけど、サーナイトで、まあ正直言ってしまうと、いや、サーフじゃ無理だろ。これどこ、あ、スカーフこれ。スカーフかな、シャドーブーツは。スカーフやね。オッケー。さあ、相手スカーフ、サーフ号を把握。まあ、これ、テラ切ってもよかったっすね。テカと考えると。全然テラ切ってもよかった。まあ、そこはちょっと、難しいところよね。世間から言わせてもらうと。すごく難しい話になって、なるよね。まあ、しゃあないわ、それは。っていうことで、そうだね。サーナイトマジカルフレームぶち込みたい気もすんな。全然そんな気もするな。テラ炎ぶち込むか。サーナイトテラ炎切りながら、シャドーボール耐えてマジカルフレームぶち込みます。で、裏に変えてくる可能性もワンチャンあるかなっていうイメージだな。で、ここ黄金のからトレースするんで、毒毒そこら辺入んなくなるよね。で、ここマジカルフレームぶち込むわ。あ、いや、見目かもしんないこれ。ワン、あ、ラッキー。勝手承知。才能解放。炎と炎が混じり合うとき、すべての濁流は海を包み込み、山を包み込んだ。俺の中におる。俺の中におる。ハムスターの物語。行こうか。炎を照らしたる方法。さあ、さあないと、ここでシャドーボール耐えないと思ってる方、いらっしゃるかもしれません。耐えます、余裕で。さあ、マジフレぶち込むぞ。しっかりとマジカルフレームぶち込んでいく。はい、落とす、お疲れ。話になりません。話になりません。話になりません。で、これ、ドヒドイデが、ため残しだったから、ワンチャンドクテラじゃないんじゃないかなって。ちょっと思ってる。なんで、一旦、これ、カイナ変えるわ。カイナ変えて、サーナイト変えて、トリックぶち込んで、動き悪くしてっていう形が多分ベスト。多分ね。いや、もう、そう。だこの流れが強いね。これ、黒ヘドロじゃないでしょ。あー、これ、毒テラや。毒テラや、これ。この流れめっちゃ強いと思うんだよ。
だサーナイトいいよ。受けループ潰すのにも強いし、効果力でぶち込めるってのも強い。だってマジカルフレームでサーフが落ちるんだぜ。っていうことを考えるとかなり強いよ。でも統治力連発、うまく決まらなかった。関係ねえ。お前これ今からこだわりメガネ渡されるんだけど大丈夫か。降参しろ。俺のサーナイトに負けたんだおめえは。さあこれでしっかりとこだわりメガネ渡して、こう統治力選んでたらめっちゃ面白い。めちゃんこもろい。ヘドバクに変えてきた。オッケー。ヘドバクからガクガク毒になっていく。まあ、それも運よ。うん。結局ね。さあ、黒いヘドロダメージ受けながら毒ダメージ入るんで、結構ダメージ食らっていくんだけど、もう一回受け切れるかな。うん。でもこう最後ショックで、行きましょう。まあ、正直最高ショックで落ちるけど、これは。テラキラなんだから。まあ、テラム読みはしとくよ。一応しとこう。まあ。サーナイト強いよね。うん。こうなったらサーナイトそれは強いわって感じだよな。まあ、なんていうか、リンルーとかも、高乱数で確一で落ちるし、今流行りの受けループに対してもトリック入れられるとか、そういう面ではかなり強いかなと思ってます。そして、サーナイトかなり耐久あるんで、まあ、サーフ号のシャドーボールぐらい全然耐えるっていう流れを見せていけたかなと。俺の中では、かなり強いんじゃないかなと思ってるんで、こだわりメガネ型、サーナイト、結構皆さん使ってもらえたら嬉しいかなと思ってます。他にも対戦動画とかいろいろあって、チャンネル登録の方忘れてあげて、それでも、シューブイチュー